妖怪の世界の中でケイとダイがお互いを助けたいっていう気持ちが強くなっていくので、あの兄弟の絆や成長しているところも見てほしいです。わあすごいですね。ちょっと寺田さんすごいですね。猪俣さんもおしゃべり。いやもう本当に尊敬します。すごいです。ありがとうございます。いやいや三池監督本当に素晴らしい役者陣が揃ってますね。今考えるといや困っちゃいますよね。勝てないです。いやいやすごいです。注目してほしいところがいっぱいありすぎていつもその迷っちゃうんですけど、武器も細部までこだわっていてかっこいいです。すみれさんが演じていらっしゃるあの茨城童子の斧のハートの装飾が可愛くてお気に入りです。あの映画にも出てくるあのさっき心くんが言ってたすねこすりっていう妖怪がいるんですけど、あのすねこすりはあのすねをこするだけの可愛い妖怪なんですけど、僕最近あの成長してるのかあの膝やあのすねが痛くなる、たまに痛くなる時があって、その時はあーすねこすりがいるのかなって思い出します。それは間違いなくね、寺田さんいるに違いないですよね、すねこすり。そうですね、もういますね、もうついてるね、ね、もうすねこすりに会えてるね、うん、ね、そうです、ことだ、うん、そうだと思います。なんかあのこの映画の指導記者会見の時に荒俣先生にあの妖怪不死までのチケットをいただいて、あのいただいて、そこに家族で行ったことが思い出です。はい、好きな妖怪は何かいますか？すねこすりですね。あのその妖怪不死までが荒俣先生の直筆の説明もあって分かりやすくて、荒俣先生が実際に隣にいらっしゃるような感覚ですごく面白かったです。妖怪ってこんなにいるのって思うくらいいっぱい出てきます。あの妖怪って見えない人がほとんどだと思うんですけど、あのこの妖怪大戦争ガーディアンズを通して一緒に妖怪の世界に入り込んで冒険を楽しんでいただけたら嬉しいです。今日こうして大魔神が復活し、改めて時の重みを感じています。いよいよ3日後に公開します妖怪大戦争ガーディアンズ、ぜひ、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。